こんにちは、ロジャー堀です。来週の日経平均がどうなるのかをまた考えていきたいと思います。ここですね、2週間ぐらい、日経平均はですね、こう戻るかなって見せかけて週末にかけて下がるというパターンをですね繰り返してますね。でこのですね、要因にはですね、2つちょっとここのところ出てきていましてですね、1つはですね、この9月というですね、期末要因ですね。この日本でもですね、その3月9月ってこの2つのですね時期というのはどうしても期末要因というのが出てきます。でですね、この9月の期末要因にですね、重なってですね、日経平均のですね、こう日経225のですね銘柄の入れ替えもあったんですね。でこの日経225の銘柄の入れ替え、それと期末のですね各機関投資家のポジション調整ですね、こういったものが重なってですね、この9月末に関してですね、どちらかというと少しですね需給関係が悪くなっていたということが言えますね。でもう一つですね、アメリカの方では今ですね、バイデンさんのですね、財務戦略といいますか、これがですね、だんだんこうちょっとよちよち状態にまたなってきてですね、このアメリカのですね、債務上限問題、これに絡みましてですね、アメリカのですね、いわゆるその国家の機関がですね、また閉鎖に追い込まれるんじゃないかと、こういうですね、非常に心理的な、このなんて言ったらいいですかね、アメリカの債務問題、これもですね、市場に微妙な影を落としつつあります。そういった問題がですね、またこの月明け10月に入って解決されてくるのかどうか、そういったこともちょっと考えながらですね、チャートを見ながらご説明をしていきたいと思います。こちらのですね、こうチャートをちょっとご覧になっていただきたいんですが、これ日経平均ですね。日経平均はですね、ここまで上がっていったんですけれども、3万3000円台ですね、上がっていったんですが、その後ですね、先々週、そして今週です、先週今週って言ったらいいですかね、こういうような下がり方をしました。でですね、本来、この移動平均線のところで止まってくれればそのまま上昇波動が期待できたものがですね、一回割ってしまって、ですぐ戻るのかなと思ったらですね、今週ですね、結局戻りきらずに、僕は3万3000円ぐらいまで戻ってくれるんじゃないかなと思ったんですが、結局戻らずにですね、下落してしてきてしまったというような形になりました。でですね、やはりこの、今週、先週ぐらいからですね、9月の期末要因っていうのが若干ですね、気にはされ始めてましたね。で、今ちょっと申し上げましたけれども、日経平均の銘柄入れ替え、この銘柄入れ替えというのがあるとですね、全ての例えば日経平均と連動する ETF であったりですね、日経平均と連動するオープン型のファンドであったり、こういったものはですね、全て銘柄をですね、売ったり買ったりしないといけなくなります。既存のやつで225から外れるものを売ってですね、そして新しく採用されるものを買うわけですね。こういった動きを必ずしないといけなくなる。でこの動きがですね、日経平均全体にですね、プラスかマイナスかと言われると、どちらかというと若干マイナスなんですね。やはり売りの方が多く出てですね、で買いの方はですね、いっぺんにボンというふうにですね、買うかというとそうでもない部分があります。ですので、どうしても若干それに、マイナス要因が出てくる。しかしですね、そのマイナス要因がはっきり出るのは実は今日ですね、月末、今日9月29日なんですが、今日の話なんですね。で今日日経平均がじゃあすごく下がったかというとそういうわけでもないです。ですので、この日経平均のですね、日経225のですね、銘柄入れ替えというのがなんとなく怖いなという心理的な負担になって動いてきてしまったというのがですね、今週の動きだったんじゃないかなというふうに思いますね。で一応ですね、日経平均のですね、銘柄入れ替え、そしてですね、期末のポジション調整、そういったものがですね、なんとなく怖いなと言いながらですね、こう下がってきてしまった。ここにですね、またニューヨーク市場の下落というものもですね、大きくですね、影響したということは言えるかなというふうに思います。でですね、この下げがじゃあいつどこで止まるのかということを次は考えないといけませんね。でそこでちょっと参考になるのがトピックスの方です。ちょっとこちらを見ていただきたいなと思います。でこのトピックスはですね、こういう動きをしているんですが、前にですねちょっと申し上げたことがあるんですが、今回のこの日経平均の上昇、ここの上昇ですね、
というのはですね、トピックスが先行して上がってきたから日経平均も上がったんですね。トピックスが先行して上がったことでですね、NT 倍率が下がりまして、で NT 倍率が下がったことが日経平均の買いを呼んで、ここまで上がってきたんです。でですね、そういったことを考えると、日経平均が下げ止まるときというのはトピックスがその、下げに先行して下げ止まるんじゃないかということが今後も言えるかと思います。でですね、トピックスのチャートを見ていただくとですね、前回ここで下げ止まってますね。でこのですね、移動平均線があります。この移動平均線のちょうどのところで下げ止まっている。この移動平均線がですね、75日の移動平均線ですね。ですのでこの75日の移動平均線がぐーっときてもうですね、ここに近づいてきています。でトピックスあとちょっと下がるとですね、この75日の移動平均線にまたタッチするわけですね。でおそらくトピックスはここまで下落して反発に転じる可能性が高いというふうに見ることはできると思います。でトピックスが反発に転じればですね、日経平均がそれに若干遅れて反発してくる。ですのでこのトピックスがですね、この75日の移動平均線に到達するのがおそらく来週の月曜日火曜日で、それに、少し遅れてですね、来週の水曜日木曜日には日経平均がこう反発に入る、そういうふうに読むのがですね、この10月に入った月初のですね、動きになってくるんじゃないかなというふうに思います。もちろんですね、トピックスが、ここまでですね、瞬時につけて反発するかも分かりませんし、あるいはですね、もうほぼほぼここで1回似たようなところまで行ってるから月曜日からすぐに反発するというような動きも考えられます。いずれにしてもですね、このトピックスの反発からですね、日経平均は上昇のきっかけをもう1回つかむんじゃないかなというふうに思います。ただですね、企業の方のですね、この決算発表ですね、これの9月のですね、第2四半期の決算発表に伴う、業績のですね、情報修正というのが期待されますよということをですね、僕は前回申し上げているんですが、この情報修正の、発表、こういったものがですね、どうも若干遅れてるんじゃないかなという気はします。この9月中にはですね、ほとんどそういう動きがなく、そしてですね、10月に入ってくるとですね、本格的に第二四半期の決算発表というのは、10月の末から始まります。で、その10月の末の決算発表をの前にですね、情報修正というのが発表されますので、大体、慎重に見るところは10月のですね、半ばぐらいかなというふうに思いますが、どうもですね、下期の状況を各企業ですね、慎重に見ていてですね、10月の半ばぐらいにならないとそういった業績のですね、ニュース、いいニュースが出てこないかも分かりませんね。ですので全体こうちょっとですね、日経平均が上昇波動に入るスケジュールがですね、当初想定していたよりもですね、2週間から3週間ちょっと遅れたのかなという気はします。でその2、3週間の遅れがですね、年内の日経平均の高値、これをですね、自動的に、押し下げる、そういうような役割になるんじゃないかなというふうに思います。ですので年内の日経平均の高値がですね、僕はもうちょっと高いところまで行ってくれるかなと思っていたんですが、それほどですね、高くなく終わる可能性もちょっと出てきてしまったかなというふうに思います。とりあえずですね、来週はこの一旦底値を打つタイミングというのがですね、週の半ばに来るのをちょっとですね、確認をしたいなというふうに思います。そしてその底値に打った後にですね、企業の業績予想の情報修正、そういったものがですね、出てくれば、若干遅れるとはいえですね、日経平均は上昇波動に入ってくるんじゃないかなというふうに思います。でもう一つですね、ちょっと皆さんにこの為替の動きをですね、確認をしておいていただきたいんですが、この為替の方もですね、前回ちょっと申し上げたんですが、やはりですね、150円をつけるというのは怖い。ですので148円から9円のところでですね、ドル円がこう止まってますね。でこのドル円がですね、止まっているというとですね、なかなかですね、ここからドルが上昇するというような動きがやりにくくなってきます。でこのドルが上昇するっていう可能性がだんだんですね、なくなってくるということがですね、今こう日経平均あるいはトピックスもですね、上昇しづらいですね、それちょっと 上にこう蓋をされているようなですね、そういったような原因の一つになっていますので、もういっそのことですね、ドル円は一旦ですね、145円ぐらいまで下がらないかなと思ってます。でここの水準ですね、145円ぐらいまでの下落であればですね、株式市場にそれほど大きな悪影響はないと思いますので、ここまで来ると若干のドル安というのは、
今後株価が上がるというですね前提に立った場合にはそれに必要な条件になってくる可能性も出てきましたね。まあ、少しですねこの経済条件がだん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 こう、まあ、変わってくるこの年末に向けてですね、まあ、夏の相場とは違う種類の相場つまり金融相場から業績相場に変わるという前提の中で、いろんな条件が変わってくると思います。ですので皆さんよくですねこの為替の動きとそして、業績予想の修正が一体どの辺から出てくるのかこういったのをですね、まあ、いろんなニュースを見ながらですねご判断していっていただいたらいいんじゃないかなと思います。くれぐれもですね業績がいい銘柄に集中投資をすべき時期だというふうに思いますので皆さんぜひですね、耳を傾けそしていろんなものを見てですね銘柄開拓をしていってください。よろしくお願いいたします。